ランニングバスケットの容器。丁寧にゆっくりやってやれば大丈夫ですね。容器が見えなくてふっくらしてるっていう状態がいいですね。こんにちは、グリーンギャラリーガーデンズの土山澄です。カメラマンの松村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のテーマは何でしょう。カリブラコアとペチュニアのハンギングバスケットです。いいよ今回は10ポットで作るハンギングバスケットです。たった10ポットで。はい、10ポットで作るっていうことは苗選びが結構難しかったりするんですよ。なのでその辺のところを細かく丁寧にお伝えできたらなと思っています。今回の動画はペチュニアとカリブラコア興味がある方、ペチュニアとカリブラコアのハンギングバスケットを作ってみたい方、ハンギングバスケットがお好きな方、そういった方に向けての動画となっておりますので、最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花の楽しみ方や管理方法などを配信していますので、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、どうぞ早速お願いします。まずですね、必要なもの、ハンギングバスケットの容器、伊藤商事っていうところで売られている SLT25 っていう容器なんです。皆さんの場合は新しい容器にこうやってスポンジを後ろに貼り付けて使います。 SDGs ですね。そうです。スーパージュニア、ビスタミン、ピンクスター、とっても丈夫で長く楽しめて、ハンギングバスケットにとても使い勝手のいい苗です。はい、濃いピンクの方はマウンティングタイプって書いて、ティフォシーのルシアシリーズの L04 っていうのを3ポット使っています。それで、はい、なるべく大きめの苗を使ってほしいんですよ。なるほど。入荷したばっかりじゃなくて、入荷して1週間ぐらい経ったんじゃないかみたいな苗を使っていただくといいかなと思います。あとは土とマグアンプ、そして水ゴケ。あら、水ゴケはもうどのハンギングでも必要ってことですかね。寄せ植えする容器では必ず一番上には必要ようになってます。乾燥を防ぐっていうのと、土が流れ出るのを防ぐ、それから水ゴケが乾燥すると水やりのタイミングが分かるということですね。一石三鳥なんですね。はい、では植え始めます。はい、おなじみオリジナルバイオードにマグケを入れました。オリジナルバイオードにはもともと肥料があえて少なめになっております。はい、というのもやっぱり肥料が苦手な植物とかがありますので、そういった植物のためにあえて少なめにしております。なのでお好みの肥料を混ぜてお使いください。量はどれぐらい入れるんですか。はい、スポンジの一番下ぐらいまで土を入れていきま す, です、ね。はい、これはちなみにいつもの寄せ植えとは違う落とし方だったりするんですか。そうですね、寄せはあまり根鉢を崩さないんですけれども、はい、ハンギングバスケットは寄せ植えよりは少し崩す感じですね。結構だってコネコネしてますもんね今はペチュニアとカリブラカーなので大抵性質が似てますのでやりやすいと思います。なるほど。なので今日はやりやすい基本のハンギングバスケットの作り方をやっています。そしてカリブラコアとかこのペチュニアのスーパージュニアはすぐに大きくなりますので、容器が見えた感じに出来上がってもその後本当に1週間2週間するとすぐに満開になってくれて、綺麗に花が混ざり合ったいい感じのハンギングバスケットになります。こうやって入れてきますよ。こんな感じで丁寧にそっと入れてきますね。ここでちぎれちゃったら大変ですもんね。そうなの。ここの時にね、初心者の方はね、折れちゃうんじゃないかとか、はい、かわいそうじゃないかとか、そんな感じあるんですけれども、そーっと入れてあげれば大丈夫ですので、丁寧にゆっくりやってあげれば。そうそうやれば大丈夫ですね。次にこちら、スーパーチュニアですね。すごいしっかり根が生えてますね。そうですね、本当に足元の風通しすごく大事なので、こういう足元の小さい葉っぱ取っていきます。あ、ハンギングの状態ではやっぱ風通し影響してくる、はい、すごく大事ですね。こういうところがすごく茶色くなったりとか、はい、枯れ込んだりしますので、はい、最初に取ってあげるっていうことが、とても大事です。なるほど、後々のために、はい、そうです。花柄もしっかり取ってから植え込んでください。はい、こうしてちょっと揉みほぐして中の方の土だけ落とす感じです。こんな感じになりますね。だいぶ少なくなりました。はい、ちなみになんですけど、はい、なんでそんなに減らすんですか。根鉢をほぐしてあげた方がその後の生育も良かったりするんですよね。新しい根が出やすいんですね。なるほど。なのでほぐしてあげます。なるほど。はい、こちらが根鉢。この容器の中の方には茎とか葉っぱが入らないような感じにして、そーっと下にやります。このくらいかな。花がこちらに向くようにしていただくといいですね。こんな感じですね。なるほど、正面を向くように形を確認しながら入れていただくといいです。こうやって土もこまめに足していくんですね。足します。このくらいですね。根鉢が隠れる分ぐらい。そうです。ここにまた来ますから、なるほど、ここはそんなに入れなくていいんですよ。まっすぐに土を入れるのではなくて、くぼみを残しておく方がいいです。そうして次に入れます。これもカリブラコアですね。こうやって
通りですかね。ここから徐々に上がるように、この苗はここがこういう風になってるとこう見えちゃう、ね、なので縦長で形が綺麗に丸くなるような苗を使いたいんです。でこちらに次も縦長に植えていきます。で大きな苗を使ってますので、もうここだったら本当に顎を乗せるくらい、もうこのくらいでいいですよね。もう全然隠れてますね、はい、ある程度容器が見えなくてふっくらしてるっていう状態がいいですね。なるほど。ちなみにこの後のお手入れとかはどんな感じになってくるんでしょう、うんうん、だいたい毎日なんですけど、水やりと、はい、それから週に一度液肥がいいですね。なるほど。液肥は液肥の容器に書いてある容量を守って使っていただくといいかなと思いますけれども、こういう感じで。なるほど。そして土入れますね。こうやって入れて、前にもしっかり入れますね。際にしっかり入れてくださいね、ここね。もうほんとたっぷり入ってるので、一般の方でも枯らすことなくいけると思うんですよ、これで。水やりさえちゃんとしていれば、はい、しっかりと土を隙間なく入れていきます。はいはい、こんな感じですね。そしてこういう時はね、なるべく小さめの土すくいがいいです。ちょっとこれ大きいですけど、それで植えていただくといいかなと思います。間にもしっかりと土を入れます。水の手はですね、はい、こうやって細くしていただいて押し付ける感じで、背中のところは特に押し付けていただいて、しっかりと水の後ろに入るようにこうやって張っていきます。あとはこうやって優しく置いていくという感じです。もうここが全部張り終わりましたので、前の方にも張っていきますというところですね。間にもしっかりと土を入れます。はい、こんな感じですね。グリーンギャラリーガールズオリジナル培養土の袋にこういった余った土を持ってきていただければ回収いたしてますので、ぜひご利用ください。こうやって見たときにここが長いからちょっと切って、こんな感じですかね。綺麗な丸を目指して。そうです、そうです。最初にね、切ってあげるといいですよ。その後からもう綺麗な形を保ってくれますので。なるほど。まあこんな感じです。はい、出来上がりました。はい、次は水やりの仕方です。どんな感じかっていうと、少しこう斜めになってるので立ててあげるといいですね。こういうスタンドの場合は直角にしてあげて、はい、直角にしてあげてこぼれないように水やりする。染み込んだの確認してまた、はい、そうそんな感じで丁寧に水やりしてあげるといいです。上からかけちゃうとダメです。花びらが水に弱いですので傷んでしまいますし、はい、この足元が蒸れやすくなるので、必ず水ゴケのところに水をあげるというのが大事です。なるほど。はい、真夏になると1日2回のこともあると思いますけれども、頑張って水やりして、あとは花がら摘みと液肥を欠かさないようにしてあげればうまくいくと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今回のハンギングのポイントを、はい、ポイントはまず苗だけがとても大事なので、少し大きくなった苗を使うっていうことと、カリブラコアとペチュニアの小さめの花のものを何種類か入れていただくと、最初から綺麗な感じに作ることができます。ということで、苗選びが大事っていうことと、水やりを水もけのところに丁寧に少しずつあげることが大事です。あとは手入れですね。手入れしっかりしてください。ありがとうございます。グリーンギャラリーガーデンズで毎週火曜大体3時頃に入荷情報のライブをしておりますので、うん、興味のある方はそちらの方もぜひチェックしてみてください。本日ご紹介したグリーンギャラリーガーデンズのオリジナル培養土もネットショップにて販売しております。概要欄からぜひチェックしてみてください、うん、このチャンネルでは今後も植物に関する皆さんのためになる情報を発信していきます。この動画が良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。グリーンギャラリーガーデンズでも土屋先生の方でもインスタグラムをやっております。簡単な野菜の作り方やイベント情報などを発信しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。